みんなお疲れ様。厳しい戦いだったけど、特に大きな怪我はしてないようね。ここでみんなに報告しなければいけないことがあるの。これを見てもらえるかしら。え、なんだこりゃ。ウォーロック。そう、これはウォーロック。でも以前戦ったものではないわ。ガリアの巣で得たウォーロックの情報をもとに作り出された新しい面は、つまり。いや、驚いた。ほんとそっくりだな。まねっこまねっこ。このネウロックはカールスラント方面からアマギへ向けて高速接近してきました。早くに察知した宮藤さんたちの活躍でアマギへの深刻な被害は回避されました。おお、宮藤やるじゃん。ヨシカちゃんすごい。坂本さんとリーネちゃんがいなかったら何もできなかったよ。いや、やはりお前がいればこそだった。怒っていいぞ。そうだよ、ヨシカちゃん。もう、アマギに被害がなかったことは褒めて差し上げますよ。アマギを追われたネウロックは今度は私たちと接触しました。あいつと遭遇したのは地下トンネルだったね。びっくりしたよ。本当にウォーロックそっくりだったからね。おまけにしっかり変形までするし。うん、攻撃力、機動性、走力、どれもオリジナルのウォーロック以上と見て間違いないだろう。一度はそれでも撃退したのだけど、目標の大型ネウロンと交戦中に再度現れたわ。しかも奴は大型ネウロイと合体したんだ。合体ってどういうことですか？ほら、前にウォーロックと戦った時に赤城とくっついたじゃん。げっ、そんなとこまで真似してんのか。ええ、似たような能力を持っているようね。大型ネウロイの撃破には成功したけど、ネウロックは逃がしてしまったわ。逃走したネウロックは私の方でも追跡していました。どうやらカールスラントにあるネウロイの巣へ撤退したとみて間違いありません。このネウロックが出現した目的がわからないのは気にかかるわね。そもそもネウロイが何を考えているかどうかもわかんないからな。私たちはこれからどうすればいいんですか？そうね、おそらくもうしばらくはここで待機するよう総司令部から言ってくるでしょうね。このネウロックがまた出てきた時にウィッチを使わずに対抗できる術はないでしょうし。ああ、そうだろうな。というわけだみんな、今日はもう新たな動きはないだろう。だが、いつでも緊急発進できるよう準備は怠るなよ。ですよ。ちょい待った、宮藤。え？ここはだね。こっそり近づいて。行け、宮藤。え、ちょっと。何をするか！宮藤、どこを掴んでいる？ハルト、貴様の仕業か！いや、なんか悩んでたみたいだから元気づけようと思ってさ。つくか、こんなことで。ごめんなさい。ああ、いや、悪いのはハルトマンのようだからな。お前が謝ることでは。そうだ、宮藤、お前は最初にネウロックと交戦したんだったな。あ、はい。その時の奴の行動、何か気がついたことはなかったか？あのネウロイは偵察みたいな感じですぐ逃げちゃったんです。
だから特に何も。そうか、やはりそちらもか。どうしたの？お前も見ただろう。我々が戦った時もそんな感じを受けなかったか。言われてみればそうかもね。やる気なさそうな感じ？こちらを探っていたとかですか？いや、それはないと思う。我々は散々ネウロイと戦ってきた。今さらこちらの探りというわけでもあるまい。あいつ自身のテストってこと？ああ、その線だろ。じゃあ、あのネウロイには何か別の目的があるんですか？一体何を？まあ、そうと決まったわけではないし、想像に過ぎないが。ガリアをまた侵略するのが目的なのか、ひいてはブリタニアまで攻め込むつもりか。そんな。大丈夫。次にあいつが出た時に私たちが始末をつければいいだけだ。私たちが取り戻したガリア、守り抜いたブリタニア、二度と奴らの好きにさせるものか。そうでなくては私たちも安心してカールスラント奪還のため戦うこともできないしな。まあ、ブリタニアにはクリスもいるしね。だからお前はどうしてそういちいち。最近特におかしいぞ。別になんかこういまいちまだ素直じゃないなと思ってさ。何がだ。だいたいお前は人に文句をつける前に自分の生活態度を改めろ。なんだあの部屋は。天城の部屋までゴミだらけにしよって。毎度毎度どうしてすぐああなるんだ。いいじゃん、減るもんでもないし。増えているのはゴミだろうが。総司令部から入電。ネウロクと思われる機影がカールスラント沿岸を高速で移動中。直ちに現場に急行。このネウロイを撃墜します。来たか。今度こそ引導を渡してやる。でもなんでこんなとこに出たんだろうね。ここらってネウロイの支配下でしょ。ふん、ここで落としてしまえば同じことだ。行くぞ。間違う。バルコホルン隊員、今はあれを追うことに集中しましょう。ああ、すまん、みんな。行くぞ。Thank you.
よし、今度こそ。坂本翔さん、こちらで目標発見。このまま追跡します。了解だ、我々もそちらに向かう。あいつの目的が分かったのか。でもとりあえずこっちのネウロイをどうにかしないと。よし、急いで奴を。なんだ。やはりあれが目的だったのね。もっと早く気がつくべきだった。間違いないわ、あれは。砲撃来るよ。退避。二人とも無事。ああ、しかし空母の火力じゃないね、あれ。あれは空母だよね、あれ。ああ、まるで赤城の時みたいだな。ネウロイの大軍があの船のもとに続々と集まってきています。ニーナ、こちらも正当でダメージを負っている。このまま追撃するのは危険だろう。そうね、分かったわ。作戦終了。直ちに天城に帰還します。了解。